はい、どうも皆さんこんにちは、ツナキャピでございます。ね、今回は前回に引き続いて第2話次の日やっていきたいと思います。もしかしたら連続投稿になってるかもしれません。でですね、なんとね、これの呪いかしらなんですけどね、なんか昨日動画上げた後に PC 起動しなくなりまして、ちょっとデータが一時期じゃないわ、だいぶ飛んでるとこがありました。恐ろしい。では始めていきましょう。やべやべ、音でけ。でもこのね、この音の大きさが俺の心を震わせる。でもさすがに今回ちょっとでかすぎたかな。ちょっとね、前回あんま驚けなかったんで。あ、ちょっと待って、これはやばい、これ。すいません、ちょっとこいつ今回あれですね、音がでかいですね。はい、ちょっと下げさせていただきました。なんだこれは、くるくる回しとけばいいのかな。なんか今奥に見えたの違うの、違うか、何かな。女の子が立っている。わかりやす。怖いっすね、声が本当に怖い。あ、出た。今度は女の子になってる主人公が。いやー、今日もいい日じゃなかったな。今日も部活きつかったな。早く帰ろうと。また早く帰るのか、こいつも早く帰るのか。ほんとみんな早く帰るの大好きだよな。どんだけ家が大好きなんだよ。何この、このポスターみたいなやつがあれか、動くってやつか。このポスターの怖い女の子、横通ったら動くみたいな。びっくりした。びっくり、フラッシュじゃん。え。正直だけど、俺的にね、この主人公が結構怖い。今誰か呼んだような、誰か呼んだような気がしないでもない。俺も思ったよ。待って、誰かいる。誰かいたぞ。気のせいかな。いや、気のせいじゃないと思ったけど。俺この顔怖いって、マジのっぺらぼう、一番これが怖い。あー、怖い。赤い。次の日、これがグになったらあれですよね、もう、ま、末期ですよね。もう 1話で学びました。はい、こんな怖い道わざわざ通らなければいいのに。映ってるよ。こいつも気づかないと。超マジ、やめて、音が怖い。この女のポスターは関係なかったんだね、多分。超さ、これさ、フラッシュ 2回目じゃん。もうやめて、真面目にね、息が詰まる。誰かいるの。これ東京グルの歌詞みたいだな。わかる方にはわかると思います。またこれか、あれこれに映るやつか。あれ映ってない。これ振り向いた瞬間にガーってくるとか、なわけないか。なんか声がする。あ、いるじゃん、右にいる。わかりますか、あの赤いやつ。何あの子、こっち見てる。俺はじめさ、このまっすぐ目の前に見えるのがケツに見えた。どうでもいいけど。気持ち悪いな、ほんと。人のこと気持ち悪いって言うっていうね、恐ろしい。さすが JK。早く行こうっと。やめろよ、来るなよ。
僕やっぱね顔近づけております、はい、いつでも顔を近づけてればねやっぱ本当の驚きっていうのをね見せれると思うんですね。音がー次の日まだまだ次の日いや今回なかなかに怖いかも。前回よりはまだ怖い前回はねもう手が手の跡がついてるよ。もう引き返そう こいつ勇気あるな。この女昨日の子もういないよね。もう右見ればわかるじゃん。てかあの女の子のポスターがなくなってる。やっぱあの女の子なのか。あ、わかったぞ。あの女の子がここら辺で行方不明になったみたいな設定だな。いや分かっちゃった。それ今回はちゃんと内容も理解してる。カメラが止まった。絶対これなんかクリアあびっくりしたー。びっくりしたー。怖い。ちょマジ鳥肌立つんだけどびっくりすると自分鳥肌立つんですよね。やばい今のはビビった。今のはビビったぞ。ちょ脇汗がやべえほらげってほんとこの主人公と一緒の気分だよ。キモ何なのよ。なか噛んでしまった。いいところで噛んでしまった。何なのよあんた近づいてきた。来ないでよいやードゴーンちょっと待ってくるくる回りすぎでしょ。次の日まだグじゃないの。やっぱ1話と違ってだいぶ長いな。いつまで続くんだろう。こうどこ。何これ体が動かない。助けて誰か助けて。何を叩いてんだこれ。何自分が防犯カメラになっちゃったみたいな。あこれか。あ さっきあったあれか。あの女の子の隣にあった。これになっちゃったみたいな。次の日はいあ誰かいる。なんか右上の方誰かいない。あれ足だよね多分。あれどうしよう。まさかずっとこのままの早いな。あー近づいてきた。てん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 。何あの子。だんだん近づいてきてる。それな俺も思ったぞ。青年じゃなくて少女よ。あ来た。次の日来たぞ。これで何かが起こる。よし顔を前回まで近づけると思ったらなかなかに怖いこの顔。何持ってるの。何持ってんの。お芋石パリーン壊されちゃった。視界がおお怖い。貞子みたいな顔してんなこいつ。歯が綺麗ちょ待ってホラゲーなのに笑ってしまうんだけどどうしよう
てん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 。怖い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 やば、びっくりした。今声出なかったもん、マジ。いやー、脇から汗が垂れてくるちょ、マジ怖い、今の。いや、怖かった怖かった。これで終わりと、終わりかな、終わりだよね。これいきなり来たりしないよね。あれ、あ、まだ続く。あ、続くの。え、あはい、まあ終わりました。次の日第2話。ちょっと今回はね、まあ 1話よりは結構長かったかなと思うんですけど、ね、その分結構怖かったです。あ、皆さんね、あの、自分ビビリじゃないと思う方もね、ぜひ顔を近づけて、まあね、多分冒頭でも言ってると思うんですけど、顔を近づけて音量を上げて部屋真っ暗にしてみてください。多分そうすれば僕みたいにね、めっちゃびっくりするはずです。はい、ではね、またハロウィンが終わるまでにこの動画を出すので、まあ早め早めに出していくと思います。それでは皆さん、さようなら。